安心地へようこそ。アツミロルンで、ですって言ったんですけど、まだおるんかあ、ですいや、もう何じゃあもう一回、もう一回いく、うん、安心地へようこそ。どうも、アツミロルンです。よろしくお願いします。お願いします。ということで、うい、今回は今日ははい、ミナリトキンです。イエーイ、めでたい。肉巻き。肉巻き。はい、ということで今回はみおりんがなんと手作りで、うん、肉巻き作ってくれるということでね、やったぜということでやっていきましょう。はい、作っていく。いく。イエイイエイ。じゃじゃーん。材料はだいたいこんな感じ。こんな感じでーす。チーズ、アスパラ、みょうが、うん、じゃがいも、えのき、うんうんうん、巻く巻くだけ。はい、はい、巻きましょう。まだ巻けんのじゃ。巻くか、これごといくか。じゃあこれ、これ巻くか、もうこのまま、このまま巻くか。まあ巻いてやろうじゃねえか。いくらだってよ、土ごと巻いて食ってやるわ。じゃあこれもこのままにんか、これで。じゃあやっていきましょうかね。世界平和。ツッコミがないんだね、うちは。そう、俺がボケ出したらもうりゅんくんもツッコミないから。じゃあ僕今日ツッコミやる。どうぞどうぞ。ボケ出たら早く。そんなパワハラある。いや、ボケてくれたらツッコミやけど、ボケたツッコミだけなんて。そんな、じゃあ、あの、はい、暇そうな人がいっぱいいるんでね、じゃがいも、まあ、1個でいいかな。1個でいいか、うん、材料いっぱいあるんで。いや、肉巻きなんていくら巻いてもね、もうそうよ、巻けば巻くだけうまいからね。え、皮もこれ、皮むく。はいよ。みょうがは、まあ、1本かな。どんどん出して洗ってもらおう。もうね、言うても材料準備して巻くだけじゃけんね。そうね、確かに。もう言うことないんだけど、どうなんそこんとこ。やっぱこのその料理っていうのは楽っていうのがね、すべてですから。まあ、楽してうまい料理最強だから。そう。作るための活動をしています。私たちは。なんてこった。すごい人たちだ。なりたいな。なんかあの WHO みたいな名前つけるこの活動に。なんで？なんて言う？何？FEP。その心は。フードイージープログラム。おお。え、これすごい深いと思う。食べ物。クッキングの方がいいね。クッキングの方がいいかなって俺も思ったけどね。確かに。フードイージークッキング。FEC。いいじゃん。フェックです。ダッサ。響きダッサ。よろしくお願いします。これをまあこうしちゃうっていうね、見てます。すげえ。え、それ俺絶対欲しい。おお、大葉で巻いちゃう。これをお肉で巻く。あ、うわー、すごい。二重巻きが。ただ強いな。二重巻きが。じゃがいもは。ポロリしちゃった。あら、あー。すごい。ポロリしちゃった。全部は無理ですね。確かに。とりあえず切っといて。残ってもルンクが生でかじるよ。好きだもんね。うん、うん、まあじゃがいもはね、生でもだってじゃがいもだし。ね。揚げてないフライドポテトってことよ。確かに。そう考えたら美味しい。それはうまいやん。うまいね。水入れて、ラップかけて、チー。どんくらいじゃろう。でも適当にやるんよな。どれくらいだろう、ルン君。え、まあ2、3分で大丈夫し。お湯かけをします。すぐ切ったから。アスパラもチンした方がいいかな。どうなんですか、ルンさん。アスパラは、あの、まあ、下の方だけ皮むいて、うん、多分、まあ、レンチンで、チンしといた方がいいよ、ね。まあ、安定感あるな。1分ぐらいで。ほい。ちょ、ほい。ほい。はい、じゃあ、なんだかんだで、沸くものが。おお、なんかおしゃれ。揃いました。すごい。なんか、お鍋するみたいな綺麗さ。いや、俺は天ぷらでもいいな。あこれが、チーズをシソで巻いたやつ。アスパラ。えのき。みょうが。と、チンした。いいね。じゃがいも。これチンせんかったけどいけるかな。
先端だったらいいんじゃね。大丈夫っしょ。いけるか。わかんないけど。はい、で、ここのバットに小麦粉を入れて。うい。素晴らしい。白い粉。決まっていく。薬ブーツはやめろ。僕も今頭に沿いついた。薬ブーツはやめろ。その歌が痛い今。長い。長いも。これをね、こうするじゃん。おお。でさ、多分合ってると思うけど、これをさ、おい、うん、こうしていくわけです。わあ、絶対うまい。いいね。おお。どう？おいしい。どん。わあ、素晴らしいことですこれは。じゃあ、はい、焼くということですね。はい、少ねもうないんだな、あまり揚げ物多いからな、結構そうね、謎に。じゃあ、焼いていこうかい。うるさ、焼くのかい。全然思ったよりジュってならんかったし、私はたいてちゃんと落とそうとしとったのに忘れとったけん、こうやって端でピッ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 ってやったら取れる。うわー、すごい焼かれてる。豪華に焼かれているというのか。すごいついとるもん、これ。ちゃんとね、余分な粉はみんなはちゃんと手ではたいて取らんと粉をついとるみたいになるけん気をつけんさいよ、言うて。なあ、言うとるけんね、ほんまに。わあ、すごい。もう一回いただいていいですか。嫌です。あ、嫌でしたか。もう一回いただいてもいいですか。ああ、すごい。粉雪だ。粉雪ね、心まで白く染められたなら。あ、ありがとうございます。はい、ひっくり返して、うわ。じゃあちょっと酒でも入れて、はい、ムシムシしますね。ムシムシ。おお。ほい。いい匂いですな。うまいぞ、これは。砂糖で味甘さつけるより私はみりんで甘さつける方が好きなので、ちょっと多めに入れるよ。先に出すか。先に出しといてもらって、先醤油。いいや。いや。早速使ってみよう。お、わ、なんか、わ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 、グラニュー糖なのが気になるけど、これしかないよね。そうだよ。ほんとに。グラニュー糖って、グラニュー糖も美味しいよ。料理で使うお砂糖なの？いや、結構だよ。合うよ。ほんと？うん。美味しいよ。そういうイメージがなかった。確かにね。なんだ、あいつ。腹立つ。で、まあ適当にグリグリして。重いな。ほっほっ。おお、怖い。重い。あ、いいでしょ。なんかイジ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 したけど。盛り付けするよ。つまれ盛り付けの盛り付けですか。なんかあるんですかね。キャンプファイヤーみたいにするかも。ファイヤー焚き火するかも。おお、おー、いいじゃん。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。めちゃくちゃ美味しそう。おー、おい、ぽい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 。めっちゃ滑り寄る。ぽい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 。ピー、これ料亭すぎる。はい、できました。やった。いや、肉巻き、イエーイ、できた。いや、ありがとうございます。ありがとう、みのりん。おい、乾杯。乾杯。
うまっ。あ、バッテリーオフにやったわ。じゃあ、はい、好きなものから、はい、いや、みのりんから食べなさい、うん、せっかくね、全くもう、ういじゃあもうみんな分、ちゃんとある、うん、このうわ、出た、しそ巻き、しそチーズ巻き、うわチーズしそ巻き肉巻きだね。すごい、巻き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 、いただきます。うわ絶対美味しいもん。違いない。いただきます。うまっ。絶対美味しい。これこれこれね、いただきます。しそ最高だわ。まあ美味しいよね、それはこんなん美味しいに決まってる。うまっ。美味しくない要素がないもん。アスパラいただきます。高そう。ん、どう、あ、いける。おぉ、いける。美味しい。素晴らしい。いや、片側はね、大丈夫なんだけど、うん、もうちょっといきたかったなっていう感じはある。ちょっとね、もう明らかにあれだもん、うん、太いもんね、しょうがない。チンした方が良かったね、最初にね。でももう全然美味しい、うん、サクサク食えるよ。2個しかない、みょうがを。あ、みょうがもう食べなさい。親戚のおじいちゃん。そうやな。作ったの。作ったの。これ食べたらいかんねん。残念ながらね。いただきます。同いです。私じゃなくても、私も親戚だけなんやから。うん、わーちゃん。わーちゃん。うまっ。あー、いいね。あー、いいね。食べな。ペット行っちゃっていいですか。うん。いただきます。ペット。うん。ペット美味しい。うん。いいね。うん、美味しいわこれ。美味しいね。うん、まとめきはいいね、やっぱいいおつまみになるし。えのき一番好きな人、えのきとください。俺は好きだよ。僕も好きだよ。きのこ界で言ったら何番目に好き？上からって松茸、しいたけ、えのき、えのき。俺は別に松茸もそんなになんだよ。まいたけ一番だろ。あー、舞茸は確かに最近急上昇ランキングしてるわ。舞茸よく買おう。舞茸、うん、え、でもえのきかな。あー、2番じゃん。いけ。どうするんですか。負けた。あつきなかった。1位ではなかった。絶対美味しいと思う。うん、最高。よかった。あー、そうということで、はい、本日はなんとみのりんが手料理を作ってくれました。いや、最高でしたね。みんなも作ってみて、うん、子供絶対好き。あ、そうだね、うん、子供大好き、絶対。ちょっとね、嫌いな野菜入ってても多分食べれると思うから、うん、いや、食べると思う。一緒に作ったら食べるよ、絶対、ね、それこそアスパラとかね、うん、しそとかね、ぜひ作って食べさせてみてください、うん、ということで、はい、本日の動画でございました。皆さんご視聴ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。